カムロ町の半グレ集団 RK が追うのは便利屋桑名。星稜高校の英語教師沢陽子との接点を見つけるべく、矢上は桑名の正体を探る。やがて浮上してきたのは、桑名を偉人町の人々に仲介したというバーのマスター。彼は誰も知らない桑名の過去を知っているはずだった。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、矢上さん。ただ俺はサバイバーにもそう長居はしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。Yeah, the Survive Bar isn't a 10-minute run. I don't know what bullshit this man's smoking. That's not a 10-minute run, IRL. Maybe a 10-minute drive by taxi, I don't think. Yes, man's smoking that good kush. Oh yes, the party hub from 7, let's go! Yagami-san, you've come to me. Seireen の Master ですか? Ah, counter で話そう、来てくれ。町の探偵さんなんだってな。ええ、そちらは桑名の遠縁だって聞いてます。失礼ですがお名前は？あんたと会うのはこれっきりだ。名乗るつもりはない。ただ桑名君から見ると俺は義理の叔父にあたる。誰にだって親戚の中に一人はいる半端者。それが俺だ。元ヤクザだからな。横浜でですか？ああ、清流会って組だ。組を抜けてから今日まで20年、町で店をやってた。それがさっきのセイレーンですね。あなたが偉人町出てったらあの店はどうするんです？ふん、そいつは余計なお世話だ。失礼しました。あんたは探偵だ。人に物を聞くのが仕事なんだろうよ。パートジョブ。さっき親戚と言ってましたけど、桑名というのは偽名だったと聞いてます。おお、そこまで調べてたか。あいつの本名は北方でした。カムロ町から桑名を追ってきた半グレたちがそう呼んでいたんです。私にその答え合わせをしろというのか？
そんなつもりで来たわけじゃない。じゃあ、どういうつもりで俺をここに呼んだんです？ああ、実はさっき、クアナ君に頼まれて彼の事務所に行ってきた。あるものを回収してきてほしいということでな。あるもの？まだ全部吸い終わってないタバコだ。中にライターが入ってる。だがそれは誰かに持ち出された後だった。それってただのライターじゃないですよね。実際はライターに見せかけた USB メモリでした。Yeah, we should have went back to the office right away. We should have went back to the office right away to see what's in it. こいつを回収するようクアナから頼まれたんですね。クアナ君としては他人に見られたくないデータが入っている。これに渡してほしい。中に入ってるデータって何です？教えたらここで渡してくれるか？いえ、中を確かめてみないことには。クアナ君は追い詰められている。だからこの老いぼれをここによこすしかなかった。俺にできるのはあんたの恩情にすがってそのライターを渡すよう頼むことだけだ。もう力ずくでは奪い取れん。正直乱暴に来られるよりそう言われる方が揺らぎますけど、どうしてもこれを渡せと言うならせめてクアナに会わせてください。あいにくだな。彼はもうこの町を出て行ったよ。何かあればすぐ身一つで逃げ出せるように備えていた。じゃあこれはお渡しできません。彼を追ってきた半グレの巻き添えである学校の先生が犠牲になった。名前は沢陽子さん。まだ若い熱心な女性でした。もともと俺が調べてたのはその学校の教育実習生が殺されたって事件です。その線をたどって沢先生に話を聞こうとした時、彼女のマンションでなぜか桑名と出くわした。あなたは沢先生をご存知でしたか？さあな。あなたにもわからないんですか？神室町の半グレがなんで桑名を追うために沢先生のところへ押しかけたのか、そして桑名と沢先生をつなぐ接点が何なのか。わからんね。だとしたら今俺の持ってる手がかりはこのデータだけなんです。桑名にとってこいつが大事なら代理じゃなく本人が俺に会いに来るべきでした。そうせめてやらんでくれ。彼に裏社会で生き延びる技を教えてやったの俺だ。ん？桑名も以前はヤクザだったということですか？いや、元は真っ当な堅気だった。だがある事件があって日の当たる世界では生きられない人間になったんだよ。 What circumstances? それで精霊園にいた俺を頼って偉人町にやってきた。便利屋家業を進めたのは俺だが、あの子はとても前向きに裏社会に染まっていった。前向きですか？皮肉で言ってるんじゃない。裏社会を学ぶことに強い目的意識を持っていた。目的意識？何の目的です？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。これ以上俺にあんたと話すメリットはない。あなたをこのまま行かせてしまっていいものか悩みます。腕ずくでこの年寄りを捕まえておくか。やめた方がいいな。この店でそんな真似は許されん。ここが偉人町で一番安全な店でしたっけ？ああ
この町で最後に話せたのがあんたでよかった。Yeah, you kind of should have went there first. I understand the need to, is my ass beat? No. I understand the need to get to, Siren before RK. But yeah, you should have dropped us off first. Saying that, they probably would have got their ass jumped again. ヤガミ。ん？あれ？あんたハンピン・リューマンの？東京から随分お友達を連れてきてくれたな。やっぱりよそ者は信用できねえ。何の話だよ。お友達ってもしかして RK のこと？だとしたらあいつらはそんなんじゃ。おい、鉄装だから誤解なんだって。 God damn it. Can never be easy, can it? Things can never just be as they are. Oh, he just... Okay. My favorite combo. I honestly God think... Shit. I was scratching my nose. I honestly God think that one does the most damage. The problem is it locks onto random people.Why would they even think that RK is working with Yagami? Like, what has actually happened to give them that idea? Okay, so that's not just a single attack. That is Mad Dog style running shit. Okay, good. Oi, Tetsuo!
There we go. Fair enough. My guy caught me mid-style switch. Maybe I just don't have enough upgrades for Boxer, but it feels undercooked. It feels undercooked. Just a tad. また誰かに俺を襲えって雇われたのか。鉄装。カムロ町のハングルが我が物顔で町を歩いてくる。そうかと思え、若い女の先生が自分家に押し込まれて殺された。どうなってる？異人町で何が起きてんだ？ああ？そこで怒るまではまあわかるよ。けど。だからってなんでいきなり俺を襲うんだよ。お前に優しく聞いてやる義理があったか。殴って痛い思いさせるや、知ってること全部吐く。あんたもっと身内以外にも優しくした方がいいって。いえや、八神、カムロ町のよそ者たちが何をしてる。よく分かってないのはこっちも同じだ。ただ少なくとも俺はあんたらの敵じゃない。殺された沢先生を知ってたんだ。俺が事件の第一発見者だった。犯人は RK のリーダーで相馬って男だよ。くそ、マジか。 You could have just asked this, my guy. 奴ら何しに偉人町に来た。わざわざ何十人もで女一人殺しに来たのか。 RK はクアナを追ってんだ。知ってるか、ベニヤの。ああ、知ってる。でもなんであいつが RK に追われてんだ。今それを調べてるとこだよ。おかげで RK と勝ち合って、さっきは相棒が腹を刺された。そうかと思ったら今度はあんたらに囲まれて全然調査がはかどらない。なるほど。分かってくれた？今この場で俺が言えるのは一つだけだ。ん？ RK がこの町にいる間だけお前は俺を兄弟と呼んで構わない。えい、なんだよ急に。もちろん俺が兄貴分だ。それって喜んでいいの？俺の兄弟分なら今後ハンピン・リューマンに襲われることはない。お前に手を出す奴がいればそいつらはハンピン・リューマンにとっても敵だ。俺はな、異人町が俺らの町である限り女子供に手出しする輩は絶対に許さない。カナベース、お前もそう思うだろ兄弟。急に距離縮めてくるんだね。付け加えると、お前が兄弟分になるなら俺もこの人数で返り討ちにされた面目が立つ。なるほど、そういうことか。RK のことで何か分かったら俺にも教えてくれ。特にその相馬ってリーダーの居所だ。それさえ分かれば、あとは俺らに任せろ。女先生の敵は取っている。なぶり殺しにしてな。I am kind of based. ちょうど今連絡しようと思っていたところですぞ、八神氏。セイレンで怪盗さんが刺されたとの情報が。本当なの、八神さん。何があったの？ああ、本当だよ。全部話すから。ただ、その前につくもに調べてほしいもんがある。何？
クアナのアジトで USB メモリーを見つけた。ライターに見せかけて隠してあったんだ。すぐに中身が見たい。え？じゃあカイトさん、その相馬ってやつに？脇腹をナイフで刺された。クアナを追いかけてて相馬と勝ち合ったんだ。俺も正直危なかった。相馬一人にやられるとこだったの？八神探偵事務所か。ああ。で、俺はその後クアナの桃園だっていうマスターに呼ばれて、その USB メモリーをよこすように言われた。その中を見ればクアナの正体と目的がわかるらしい。今開いてみましたが、中身はデータファイルが一つ入っているだけですな。内容は？動画ですね。内容はこれから再生してみましょう。いいですか？なんだろう、すごいドキドキするんだけど。フルスクリーンにします。I can't get this. This is an RGB keyboard. This guy's got a gaming laptop. Why?それ何避けてんだよ。顔で受けろっつってんだろ。もう一回やるぞ、もう一回。鈴木、携帯で撮れよ。はいはい。今度はマジですげえの決めっから。うい、いつでもいいよ。おい、てめえ、逃げんな。みつる、何しらけることやってんだこれ。ああ、こりゃお仕置きだぞ。おしおき、おしおき、さあ皆さんと一緒に、おしおき。楠本みつるのストリップショー。やだやだ。てめえ、何蹴ってんだこれ。ああ、調子こいてんじゃねえぞみつる。ミツル、ほら。はいはい、足閉じない。それじゃカメラに映んないよ。もう素人じゃないんだからさ。うわ、こいつションベンしてる。うわ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 、うっしょ、キモ。きったね。マジかよ。Okay. All right then. Why did he have video recording of the bullying? Sayak da, koitsra. Kusumoto Mitsuru no strip to. So itte mashita ne. Ah. Kusumoto Mitsuru といえば13年前の黒川学園、沢先生の同級生で校舎から飛び降りた子だ。厚労省事務次官楠本玲子の息子でしたね。そして30歳になる今に至るも昏睡状態が続いています。この動画は楠本充がいじめを受けてた時の、おそらくは隠し撮りされたものでしょう。この動画って桑名さんが隠し持ってたんだよね。なんで桑名さんがこんなものを？わからない。でもセイレーンのマスターはこの動画を見れば桑名の正体も動機もわかると言ってた。うん、ちょっと失礼。この辺り、主だったメンバーの顔が映っています。一旦ここに映っている絵から状況を整理してみませんか、
矢上氏。そうだな。わかったよ。Oh, that, okay, wait a minute. Yeah, so... This dude is the one that is dead. This dude is that dude with the glasses, I think that's dead. Is that Sawa-sensei? Maybe. Kusumoto Mitsuru をいじめた加害生徒は河合真也という名前だったはずです。ああ。この間、カムロ町で RK が探し回ってた。その時俺が連中に見せられた写真。Yeah. Okay. この動画の河合と同一人物。Oh, okay. So. そして河合が殺されたらしいと当たり。He is going around and killing everyone that was involved. クワナを追って異人町に来たってことになるな。Okay. He's going around killing everyone that was involved. Why? I don't know. この携帯カメラで動画の中で名前を呼ばれてたよ。鈴木って。ええ。だとすると、僕ら。この女子生徒は今、鈴木から別の名前に変わってるんだよ。サワヨーコだ。確かにこれまでの調査に基づくと、この動画に映っていてもおかしくありません。ですが、サワ先生が…さすがに鋭いな、つくも。I do not。城崎沙織だ。なるほど。それも斬新かつ柔軟な…ねつくも君に気を使われちゃってるよ。いや、わかってる。くすもとれいこだ。くすも今話しているのはここに映ってるかな。いやいや。I don't recall any of these names. マミヤユイ。エハラに近づかされる被害者女性。旧姓が鈴木で、マミヤは結婚してからの名前。そして13年前、くすもとみつると同じクラスにいたことは。やはりこの女子生徒はマミヤユイで間違いないでしょう。マミヤさんって一体どういう人なわけ？そもそも世間的に楠本満へのいじめ加害者は河合真也一人だとされていました。しかしこの動画を見ると実態は明らかにこれまでの情報と違っています。実は10人近い生徒がいじめに関わっていて、マミヤユイもそのうちの一人だった。ああ、もしこの動画が世に出たら、マミヤユイもここに映ってる生徒たちもみんなまずいことになるな。楠本満を追い詰め、今日まで昏睡状態にしておきながら自分たちは知らん顔で暮らしてた。そんな風にバレたら社会的に抹殺される。職場、友人、知人、家族に知れたら今の生活を続けられはしない。どこだ。 Is that bad? これ Is that bad? ってほう、僕もわからないよ。思い出した。誰？三越芝博の死体発見現場にいた。その時いた連れも全員黒川学園の卒業生って言ってたんだ。神奈川県警の刑事に身分証を見せてた。名前は確か赤池って。するとこういう言い方ができますかね。事件の周辺にいた人物たちが振り返ってみるとみんなこのいじめ動画に映っていると。ああ、問題はそんな動画をなんで桑名が持っていたかだ。これはかわいそうだよね、ミツル君。あんな目に遭わされて誰にも助けてもらえなかった。母親の楠本玲子は13年前まだ厚生労働省に勤める無名の一官僚でした。詳しくは分かりませんが夫とは早くに別れてたようですね。彼女は息子を女で一つで育てていたのです。ねえ、もしかしてその楠本さんと別れた旦那っていう、それで息子の様子を隠し撮りしたのがこの動画。
クワナはさすがに30の息子がいる年には見えないな。これは13年前の9月17日午後4時過ぎだから多分放課後の教室だね。あ、いや、これはなんだよ。今、楠本充が屋上から飛び降りた日付を確かめたのですが9月17日でした。え？つまりこの動画が撮られた後その日のうちに彼は校舎の屋上から飛び降りたようです。動画を見て新たにつながってきた線もあるにはありました。しかし肝心なところがまだ分かりません。このいじめ動画をなぜ桑名さんが隠し持っていたのかです。ああ、桑名はこの動画を隠し撮りをした張本人なのか、それとも誰か他の撮影者からこの動画を受け取っただけなのか。桑名さんと沢先生は何かしらの知り合いだったんでしょ。だったら13年前に沢先生がこの動画を撮っていてそれを桑名さんに預けてたとは考えられない。便利屋って仕事の一環で。あり得るとは思う。ただ I mean, he's been a handyman for 10 years. This was 13 years ago, so it would have been before that. セイレーンのマスターが言ってたんだ。え？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも。The purpose I can glean, it's the past I'm not grabbing. この動画を見ることで桑名の正体もわかるって。でも俺らはまだそこまでたどり着けてない。いじめの隠し撮りからわかる正体って何？桑名が今40前半ぐらいだとして13年前は30前後ってところだ。もしかして学校の先生だったりして。 Oh, is he the teacher that Sawa Sensei fucking is, she the is he the teacher that she went to with the bullying and he said nah? ヤガミ氏はまだ中を見てませんでしたね。そうだった。持ってくるよ。その口ぶりだともう二人は中を見たんだな。ええ、残念ながら教師陣の中に桑名さんの顔は見当たらなかったです。ここが楠本充君がいたクラスのページ。沢先生も写ってたし、マミやユイも写ってるね。クラスの担任はこの人か。楠本充がいじめを受けていたところを何度も目撃してたのに見過ごしてたとか、あまりやりすぎるなよと薄笑いまで浮かべていた。クワナじゃないな。Oh, not. Okay, never mind then. 他のクラスの先生も見たけど、クワナさんはいなかったね。楠本充。この子の写真はアルバム用に撮られたものじゃなかったんだな。ええ、おそらくその撮影をするより前に飛び降りてしまったのです。沢先生は全然笑ってないね。ん？先生は高校を卒業した後は同窓会にも行ってないって言ってたよ。このクラスの誰とも会ってないって。確かにその集まりだと嫌でも満君の話をすることになるだろうからね。こちらには鈴木優衣さんが写っていますね。やはり先ほどの動画に映っていた女子生徒です。彼女も楠本充のいじめ自殺に加担した一人だった。このページに映ってる子たちの何割かはさっきの動画に映ってたわけでしょ。ああ、でも河合信也は映ってないんだな。ああ、うん、本当だね、映ってない。河合は充君の飛び降り後いじめ加害者として叩かれ自主的に退学したはずです。ネットの書き込みにはそうありました。
裏取りはできてませんが、自然な成り行きであったろうと思いますな。本当は他にも叩かれるべきいじめ加害者がいたのに、川以外の全員が罪を免れた。その時の担任は、ミツル君がいじめられてるところを見てもそんなに深刻じゃないと思ってました。笑いながら、やりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。 Yeah, okay, so that's, yes, that's not the teacher. 教職を追われた？どうしたの？ Much like how the other dude isn't in the photo because he left, the homeroom teacher would be different.当時の担任はえらく叩かれたんだ。その後教職を追われたって聞いてる。うん。それで？だとしたらこのアルバムの担任って辞めた先生の後に来た。いや。代わりの先生ってことはないか。なるほど。He's the teacher, isn't he? それはあり得る話ですね。バッシングされた担任の名前を調べてみます。アルバムに載ってる先生とは別人かもしれません。少し時間をください。He's the teacher, isn't he? ヤガミ氏、わかりました。楠本充の元々の担任の名前。やはりアルバムに載っていた先生とは別人でした。当時の担任は北方優とあります。北方？え？あ、それってもしかして。彼、本名北方ってんだよ。聞き覚えは？相馬が口にしてた桑名の本当の名前だ。じゃあ桑名さんは元は高校教師？写真も出てきました。これが13年前の北方先生です。桑名だ。確かに。ああそうだ。そうすると沢先生もこのクラスにいたんだから、彼女にとっても桑名は担任の教師だ。それが二人の接点だったんだ。そういうことだったのですね。桑名さんが全てをつなぐキーマンだった。13年前、満君の飛び降りで学校を辞めた北方優は、その後桑名仁って便利屋を名乗るようになった。その時頼ったのが桃園だったセイレーンのマスターだ。桑名は積極的に裏社会とも関わろうとしてたらしい。そして何か目的意識が強かったって。目的意識？それってどういう？ Revenge, it seems. Considering that two of them are dead now.いじめ加害者への復讐だ。桑名はそもそも生徒たちがいじめなんてしなければ教職を追われずに済んだって思ったのかもな。で、その怒りの矛先が河合深夜に向けられたってのはどう？なるほど。確か河合は5年前、神室町で知人らしき男女に車で連れ去られたということでした。じゃあその中の一人が桑名さんだったの？可能性としてはあると思う。その結果、河合を探し回ってた RK が5年前の桑名の存在に気づいたのかも。そしてその時の事情を聞きたくて偉人町まで桑名を追ってきた。ああ、それなら RK が偉人町に来た理由になりますね。また、河合の知人らしき男女っていうくらいだから、桑名さんの他にも何人かいたんだよね。それってもしかして？ああ、
これだ。あ、ここに写ってるのも河合の知人男女だよな。言い換えれば桑名の元教え子たち。この人たちが全員？じゃあ多すぎない？そうだな。もこれだ。ああ、そこに写ってる子たち、河合の知り合いだった男女。そう言われる間柄なのは間違いない。But then why would they? でも、なんでこの子たちが河合を拉致すんの？ They'd be as capable as him. どういうこと？ほら、この動画って桑名がこっそり隠し持ってたわけだろ。でもここに写ってる連中にしてみたら、絶対に人に見せたくない代物だよ。自分らが同級生をいじめて飛び降りまでさせたことが大っぴらになるんだから。え、確かにネットに流出でもしたら大変です。大炎上して社会的に抹殺されかねません。桑名にしてみれば彼らの弱みを握って。 But why only him? Why not everyone else in the video? 河合への復讐に加担させた。いくら脅しのネタがあるからって人殺しまでさせられるかな。河合って殺されたんでしょ？河合が殺されたってのは RK がそう言ってるだけだよ。死体が見つかったわけじゃない。待って、頭が追いつかなくなってきたよ。ああ、まだタラレバの話が積み重なってるからな。でもそれを裏付けてくれるかもしれない人はいる。誰のこと？例えばこの中に映っている間宮ユイなら、俺は家まで押しかけたことがある。もし河合を拉致した中に彼女もいたなら、面白い話が聞けるかもしれない。そうですね、今八神氏が語ったのはカムロ町と偉人町の事件をつなぐ一つの仮説です。ですが間宮ユイからその裏付けを取れたなら、さらなる情報が引き出せるはずですよ。桑名さんの居所もわかるかもしれません。ああ、まだ桑名は完全に取り逃がしたわけじゃなさそうだな。桑名さんってどういう人なの？三越芝殺しと江原のアリバイ偽装、沢先生の事件、5年前の河合深夜の失踪、多分その全部に桑名は一枚噛んでる。あいつの尻尾さえつかめれば全部見えてくるはずだ。じゃあもしかして今僕らいい線いってる？ふん、多分な。明日早速間宮ユイを直撃しよう。では杉浦氏も八神氏に同行してくだされ。状況は次のステージに移ったように思います。僕は一人で大丈夫。海藤さんも負傷した今、八神氏には助けが必要でしょう。オッケー、つくも君がそう言うなら助かるよ。ありがとな、つくも。杉浦は無事に返すから。いや、教えばだ。僕の相棒はそんなに弱じゃありません。存分にこき使ってくだされ。Well, a lot of shit's popping off, goddamn. Alright, we gonna see that bitch and be like, oi bitch, you a bitch. You a lying ass bitch.